こんにちは、夢中人です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今、ラオスの町にいるんですけれども、ラオス川を、すぐ越えまして、知床半島のですね、一番、北側ですね、先端の方まで、車で、走らせてみ、たいと思います。どこまで行けるかっていうのはちょっとわからないんで、今回初めてですね、行けるところまで、行きまして、実はそこから先が、自然、世界遺産っていうふうな形で、になっておりますので、そちらの方に向かっていきたいと思います。向かっていって、一番先に、あったのが、アイドマリっていうところで、漁港になっておりました。で、こっから先はもう、危険道なし通行禁止っていう風な、感じに、なっていましたので、車の方は、こちらの方で、止めまして、漁港の方とかをちょっと散策しながら、ここから、先、もし入るんであれば、まあ、世界遺産ですので、ツアーガイドさんとか、そういう方がいないと一緒に、入ることはできないっていうのと、あとは、入って何かあっても、もう、ここら辺かなり、電波も、携帯の電波も、弱くなって、アンテナも、1本から2本立つか立たないかっていうような感じでしたので、もう結構最果ての、地ですので、何かあっても本当に、自己責任っていう風な感じなんじゃないかなっていう風なのが、この一番、最果ての、漁港の相止まりっていうところになります。川が、流れてまして、もう川も見ますと、いっぱい魚が、泳いでるのが、見ることが、できます。この川も、30メートル、40メートル先が、海っていう風な感じ。にはなっているんですけれども、ここの、駐車場に、止めて、ここから先は、ネイチャーツアーガイドさんとかと一緒でしたら、行くことはできるけれども、ここにも書いてありますけれども、すべて自己責任というふうな、感じになっております。というのも、ヒグマが非常に、多い場所っていうふうな感じみたいなんですので、ヒグマに襲われたりとかっていうことも、一人で行ってしまったりとかすると、ある、っていうふうに、聞いております。はい。そうですね。ここの、ところから先、が、まさに、知床半島の、世界遺産の、形になっております。ですから、ここまでは普通の人でも、車で来ることは、大丈夫です。で結構、何台も車が止まっていましたので、何があるのかなとかって思いまして、漁港とか、そこら辺を散策を、してみたんですけれども、実は、その時がですね、はい、こんなような感じになっております。川の、河口近くに、はい、いっぱいの、釣り人がいます。で、見ていたら、そうですね、30センチ、40センチぐらいかなっていう風な、魚を、何本か、上げてるのを10分、15分ぐらいの間に見ましたので、夏のオホーツクですけれども、結構やっぱり、魚が、釣れるもんだなとかって思いながら、その先の方にうっすらとこれ見えるのが、これ、国後島になります。ということで、ラウスの方に、向けて、また戻っていくっていうことになりますと、左側の車窓がですね、国後島の見える、海っていうふうな感じになります。で、国後島が見える側の、昆布、こちらをラウス昆布って言いまして、もう1等級から、5等級までかなっていうふうな感じで、非常に、厳しい、評価付けがされた、非常に管理された、昆布っていうふうな形で、とっても、高級な、昆布、最高級の昆布と言ってもいいかもしれないですね。っていうふうになっております。という感じで、本当にもう国後島がですね、もう数十キロ先
っていう風な感じで、見えるっていう風なのがまさに、この羅臼の海っていう風な感じですし、実は浜にもですね、この羅臼昆布が結構打ち上げられていますので、持って帰って乾燥させるっていうわけにもいかないからあれですけれども、地元の人なんかは、切れた昆布なんかを拾ってるんじゃないのかな、拾って大丈夫なのかなとかって思いながら、走ってて、昆布っていう風な、感じでしたね。で、羅臼からやっぱり先端の方は、釣り人が非常に多かったんですけれども、羅臼に戻りましてですね、羅臼には一箇所だけですね、羅臼国後展望台っていう風なのがありますので、実はそちらの方に、行ってきました。ここですね。ここが、展望台でしたので、消毒をして、中の方に、入ってみました。中に入りますとですね、北方四島の、いろんな、例えば、これですね、国後島ですね、こういうふうな、説明があって、国後島は火山島ですよっていうふうな感じとか、沖縄の 1.5 倍ありますとか、これは、歯舞諸島ですね。これは、今は、一般住民は全くいません。人が住んでいない、島ですよ。その代わり、1,2,3,4,5、5つの島からなってますよとか、色丹島はですね、高山植物が、いっぱい、生えている、綺麗な、雄大な、景色の、島ですよですとか、あとは択捉島ですね。もう択捉島は最北端で、北方四島なんですけれども、沖縄の2倍ある最も大きな、島ですよっていう風な、感じの、説明とか、その当時の写真、古い写真とかが、ありました。この、展望台から見えるのは、小さな、羅臼の町っても本当にちっちゃいんで、それの、羅臼の町と目の前の、雄大な国後島っていう風な感じになります。ということで今回は、知床半島の先端まで、行ってみました。ということで、知床からはこれで、さようならって感じで、次の場所に行ってみたいと思います。それでは。